にちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、埼玉県に来ております。そして先ほどまでですね、埼玉県の加須渡良瀬という道の駅の近くにある三軒郷という、有名なスポットですね、埼玉県栃木県群馬県を歩いて渡れるという有名なスポットに行ってきて、この後ですね、桜の名所でもある権現堂堤、権現堂堤で合ってるかなに、向かう予定です。今年は桜なかなか見れなかったので、どうしても最後に見たくてですね、行こうかなと思っておりますけれども、もうだいぶ葉桜になってると思うんですが、本当に人気のスポットらしく、むしろね、時期を避けて行った方がいいんじゃないかなと思って、この時期にあえて行ってみることにしました。ここから約 2,30 分で着くと思いますので、天気もいいしね、軽くドライブの動画になりますけれども、楽しみですね。では向かいます。駐車場着きました。権現堂第二公園駐車場だっけな。桜祭り中でもですね、ある程度時期が過ぎれば無料で止められるみたいで、本来ならば桜祭り中は1000円かかるみたいなんですけど、ここに来れば無料だということを知りまして、ここに止めました。すげえいい公園、普通に綺麗だし、いいなあ、こんな公園家の近くにあったら。止めた駐車場のですね、唯一の欠点がですね、メインの場所から結構遠いということですね。反対側行かなきゃいけないんで。桜見えますか？まだ一応ピンクがかってて、菜の花がかなりすごいな。屋台が見える！平日でも屋台やってた、でけえ！かなりお腹空いてたので、お昼ご飯そこで食べましょう。これはすごいわ。満開の時期を見てみたかった。ただおそらく人もとんでもないことになってるんじゃないかなと思いますね。ほとんどこれ葉桜だもん。もうちょい近く行ってみますか。圧巻だね、桜がこんな状態でもこの迫力なんだから。天気が悪くなってきた、風強いし、勘弁してくれ。いやー、飛び込みたい、こん中に。屋台が近くにあるので、花より団子ですね。屋台に向かいます。遠くから見ると結構ピンク色だったんですけどね、近くから見るともうほとんど散ってるんだなっていうのが分かりますね。やはり屋台の数はだいぶ減ってるのかな、平日だから。しょうがないな、一応もうちょい探してみるか。あったあった、すげえ、こんなに
平日でも屋台あるんだ。ここで食えそう。やば、選びたい放題だわ。なんか誰も買ってないからなかなか買う気が起きないな。買う勇気が出ないな。これが第一駐車場かな。皆さん1000円払って止めてるんですね。人が多くて避けながら撮影するのがすごく大変ですね。あ、これ入れるのか。いやー、なんか数百円でラーメンが食べれるみたいなツイート見た気がしてラーメン屋探してたんですけどなくて、結局全部屋台見終わってここに来ちゃいましたね。食べ逃しましたね完全に。菜の花きれい。それではまた駐車場の方に戻ります。もうこの平日のだいぶ時期が過ぎた状態でもこの混雑ぶりだったので、本当に満開の時は満開の時の週末なんて入れないだろうなこれ。いやー来てみたいけど人混み嫌なんであれですね。ただすごくいい場所ですここ。そしてですね、花より団子を食うことができなかったので今からですね道の駅に行って、ラーメン食べたかったラーメンを食べたいと思います。おすすめのラーメンがあるのでそちらだけ最後に紹介させてください。にしてもほんとここいいとこだな。敷地がかなり広くてマジでいい公園なんですけど、ここから約10分くらい先にある、道の駅五花というところに今から向かいます。混んでるね混んでるね桜祭り。着きました、道の駅五花。このあごだし和風ラーメンがすげーうまいんすよ。ラーメンうまかった。マジであのラーメンたまーにね食いたくなるんすよ。おすすめですのでぜひ皆さんも、食べてみてください。というわけで本日は2カ所行ったんですけど、三軒橋と権現堂公園かな。いやーよかったっすね。日帰りドライブもすごく楽しいわ。慌ただしいですけどね楽しかったです。というわけでまた旅行に行けたら旅行に行ってドライブ行けたらドライブ行く流れになりますね。というわけで本日はここで終了させていただきたいと思います。高評価チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。ではまた次回の旅でお会いしましょう。バイバイ。